相性抜群、最高の信州グルメを求めて、今回は長野県産のブランド豚にこだわったお店です。早速行ってきます。熊谷さんが訪れたのは松本市村井町にある豚菜、今年3月にオープンしたばかりのお店です。それでは早速お店の看板メニュー、諏訪ビトンの豚しゃぶをいただきます。早速登場しました。盛り付けも華やかで美しいですね。この特製のごまだれにつけていただきます。すんごく柔らかいですね。お肉がとてもきめ細やかで上品な柔らかさです。こちらはスワビトンの肩ロースというお肉なんですが、うん、赤身が強くてきめの細かい霜降りが特徴的なお肉です。しゃぶしゃぶに続いてこちらもスワビトンを使ったロースカツをいただきます。あ、見てください、結構肉厚ですよ。ずっしりしてます。うん、サクサクなのと結構分厚いので噛みづらいかなと思ったんですけど、柔らかくてとても食べやすいです。ロースカツを食べていたら喉が渇いてきてしまいました。早速ね、ビールをいただきたいと思います。ブランド豚どれも美味しかったんですけれども、他におすすめってありますか？はい、豚しゃぶととんかつの他に串揚げもたくさんございますので、ぜひお召し上がりください。こだわり抜かれたお料理に大好きなビール、大満足です。信州グルメ最高。豚菜は長野道塩尻北インターから車で5分、しゃぶしゃぶ、とんかつ、串揚げなど地元食材の持ち味を生かしたオリジナルメニューでもてなしてくれます。スーパードライのうまさ、料理の味がぐっと際立つ新辛口生、飲んだ瞬間の飲み応えと瞬時に感じるキレの良さ、最高のうまさにドライ、気持ち高まる瞬間を分かち合う信州の美味しいお料理をスーパードライで応援します。